ステファノエラーニオ、ステファノエラーニオ、1966年12月29日イは、イタリア出身の元同国代表のサッカー選手。ポジションは MF。現役時代は主に右ウィングとしてプレーし、1990年から1997年までの間に、イタリア代表で20試合に出場した。足元の技術と、スタミナに優れており、 主に攻撃的ミッドフィールダーを務めることが多かったが、同時に守備力も合わせ持っていたため、時にはディフェンスとしてプレーすることもあった。エラーニョは1984年8月にセリエ B のジェノア CFC でデビューし、所属から5年目の1999年にはセリエ A へ昇格するなど、8シーズンで212試合に出場した。1992年8月からは、 イタリアの AC ミランへ移籍し、ここでは5シーズンで98試合に出場、セリエとスーペルコッパイタリアーナをそれぞれ3度制覇した。1993から19943シーズンと1994から1995シーズンの UEFA チャンピオンズリーグの決勝にも出場したが、それぞれオリンピックマルセイユと アヤックス・アムステルダムに敗れていずれも準優勝に終わっている。1993から1994シーズンにはチャンピオンズリーグでも優勝を果たしたが決勝戦にはエラー・ニョは怪我で出場できなかった。その直後の1994年の UEFA スーパーカップには出場し優勝を果たした。1997年契約満了のため自由遺跡で イングランドのダービーカウンティ FC へ移籍し、1997年8月9日のブラックバーンローバーツ FC 戦でデビューした。同年に、ダービーはホームスタジアムを102年間使用したベースボールスタジアムからプライドパークスタジアムに移転し、新スタジアムで最初の試合となった1997年8月30日のバーンズリー FC 戦では、 初の得点を記録した。その後、エラー・ニオは2000の2001年を限りでの引退を表明していたが、マネージャーのジム・スミスの説得を受けたため現役を続行した。しかしそのスミスが解雇されると、エラー・ニオはダービーを離れ、母国イタリアのセリエー2の AC プロセストでプレイングマネージャーを務めた後、2003年に引退した。 イタリア代表では1990年12月22日のキプロス戦でデビューし、以降1997年までの間に20試合に出場して3得点を記録している。ありがとうございます。